大津優太は日本の政治家、京都市会議員、地域政党京都党幹事長、京都府八幡市出身。1983年京都府八幡市出身であり、東大寺学園中学校、高等学校、京都大学経済学部に進学する。大学時代は NPO に所属しており、学生が運営する着物屋として、一万弁の創設に関わるなどしていた。 2005年に大学を卒業後、株式会社リクルートエージェントに入社する。リクルートエージェントでは、中途採用の仕事をしていたが、中途採用に携わる中で、地元、関西の雇用を良くしたいと思ったのをきっかけに、関西に U ターンして、税理士法人に転職する。税理士法人では、コンサルタントとして働いており、仕事の中で雇用工場のための勉強をしようと京都と、 政治塾に入ったことをきっかけに政治家へ転身することを決めたと述べている。2013年7月に行われた中京区での京都市会議員補欠選挙では京都党の公認候補として立候補する。当時はすでに同区には佐々木隆史議が京都党の現職市議として在職していたが、党は5人以上の交渉会派となることも目指して大津の擁立を決定した。 この補欠選挙で大津は落選したものの、佐々木が不議選に倶返した2015年が18回、統一地方選挙における、京都市議会議員選挙にて初当選を果たす。同年5月には、党政務調査会長に就任する。続いて2019年が19回、統一地方選挙における、京都市議会議員選挙でも再選を果たす。また2020年8月に行われた党の、 役員人事では、幹事長へ昇格する。同年10月9日に行われた京都市会、決算特別委員会にて、嵐山や伏見稲荷大社周辺などの観光地や、繁華街で指定された、美化推進強化区域でのポイ捨てを禁じ、違反した場合に3万円以下の罰金を課すとしている、市美化推進条例において、新型コロナウイルスの感染拡大するまでは、 観光客急増に伴うゴミのポイ捨てが地域問題化していた一方で、これまでに条例による罰金を課した例はゼロであることを指摘した。その上で大津は市民が条例を把握しているとは思えない。上限3万円の罰金の設定も現実的ではない。として市民への周知不足を指摘した上で条例の見直しを市に求めた。 条例施行から23年経過してから一件もポイ捨て条例による適発事例がないことが明らかになった反響は大きく、この質疑は読売新聞にも取り上げられた。ありがとうございます。